テクストです。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT、DAO、DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします。しだれゆうすけです。大木久志です。大木さん、以前もエクソダスでお話してたんですけれども、ノンファンジブル東京というイベントがありまして、はい、去年行きました。それのですね、今年版の運営の方から以前ご連絡いただいてですね、このエクソダスをメディアパートナーにということで、めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、コインポストさんの WebX に続きですね、はい、NFT カンファレンスノンファンジブル東京2023のメディアサポーターになりました。イエーイ、素晴らしい、素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで6月22日木曜日ですね、だからコインポストの WebX よりも前ですね、東京で開催されるということで、もう公式サイトとかもオープンしてますし、チケットもすでに販売されてるというところなんで、ぜひご興味ある方はですね、であれですね、国際フォーラムでやるんですね、東京国際フォーラムで。こちらもなんか去年は渋谷の方だったと記憶してます。ですよね、ま、毎回場所が変わっていて、なのでオフィシャルホームページとかですね、その他詳細のリンク貼っときますので、この説明欄から見て、ぜひとも皆さんご興味ある方は見ていただければと思います。これあれですよね、はい、Web3 系という意味ではめちゃくちゃ老舗なんです。多分今回6回目です。2018年、長い、2018年に日本で初めて開催した NFT カンファレンスなんですよね。2018年って NFT っていう言葉存在してたんですねっていう感じですね。僕も知らなかったレベルかも。でもクリプトキティーズが流行りだした、あのぐらいで NFT っていうのは使ってたんですよ、僕らの中では。ありましたね。そうかそうか。でただあまり言葉としては定着はしなかった、してなかったから、第1回目は東京ブロックチェーンゲームカンファレンスっていう名前で始まりでそれで毎回ちょっとずつこう名前を変えながら、ただこの運営する人たちはミスビットコイン藤本舞さんとかですね、そういった人が始めたんですけれども、はい、今回6年目と。すごい老舗イベントですね。老舗イベントということで、今回は登壇者いろいろ発表されてるんで、詳しくはホームページ見ていただきたいんですけど、リミットブレイクの CEO だったり、リミットブレイクってあれですよ、デジ大学っていう、今回スーパーボールで今年唯一クリプト系で CM を出した、多分このファウンダーの人がもともとゲーム業界長い人 で日本大好きらしくて、デジ大学っていう名前にしたっぽいんですけれども、そうなんですね。その人が出られますし、今日本の僕そのなんでしょう、 PR 担当の人も昔から実は知り合いだった人がやっていて結構注目の、なんかその今までの NFT 売って稼ぐというよりは、 NFT はどちらかといえばタダで配ってゲームに専念してもらうみたいなやり方やってるプロジェクトの、そこの CEO がこれ来るのかな、オンラインのか、ちょっとそこら辺まだ書かれてないですが、そうリミットブレイクの CEO だったり、日本人の方ならご存知のオアシスの松原さん、はい、あとサンドボックス CEO のセバスチャン、はい、あとスカイメビウス、これあれですね、アクシーのですねのコーファウンダーの人とかですね、いろんな人が登壇されるということで、多分この登壇情報もこれからアップデートされていくんだと思うんですよね、スピーカー情報、毎回結構ギリギリにいろんな人が入ってくるなっていう印象があるので。そうですよね。なんか今サイト見ると草野恵美さんとかも載ってますし、まあいろんな方、ノンファンジブル東京となってますけど、 NFT に限らず幅広いですね、トークが繰り広げられるんじゃないかなと。あ、日置レオナさんなんかも入ってますね。入ってますね。そうですよね。イントマックスのね。ということで。いいですね。はい。一個ぐらいモデレーターやりたいなとか思いながらも。そうですよね。シダさん、去年やってた記憶が。去年か一昨年やってた気がしますね。そうですよね。はい。ウェルカムでございますので、運営の方。し、僕らね、多分会場にも行けるかなと思うので。あ、もう僕は開けてますね。そうですよね、はい、僕ら行きますんで、メディアパートナーですから、メディアパートナーですからね、はい、行きますよ、もちろん、はい、取材させていただいて、はいはい、またなので行って、その感想なんかもね、放送回で撮れればと思うんですけれども、そうです、ね、ぜひともノンファンジブル東京概要欄にリンク入れときますので、皆さんチェックいただければと思います。でこれがあれなんですよね、ジャパンブロックチェーンウィークっていう、日本で6月から7月にかけてある、はい、いろんなイベントの中の一つのイベントでやってます。そのジャパンブロックチェーンウィークにもですね、エクソダスメディアパートナーになっておりますので。素晴らしい。はい、皆さんサイトを見ていただくとですね、結構目立つ感じのですね、ロゴがドカンドカンと載ってますので、新しい経済より目立ってますね。目立ってるね。はい、コインテレグラフさんも目立っちゃってる、目立ってますね。はい、やっぱロゴはでかいに限るっていうのは今回学んだことですけどですので、そちらもですね、またおいおいいろんなイベントが、オフィシャルイベント、今あれですね、アスターとソニーのやるデモデーとか Web3 インキュベーションプロ、これが6月の18日かな、
あと Web3 ビズデブサミットって、これ前回もあったと思うんですけど、これが6月の18日だったりで、あと Web3BB 東京サマー、これピボット東京ってとこがやってて、うちが多分うちがっていうか新しい経済もなんか一緒に今回夏からいろいろやろうねって言ってるイベントなんですけど、これも去年まで別の名前で NFT 東京だったかな、なんかそういう名前でやってたんですが、リブランディングして今年から夏に開催するというような予定になってますので、このジャパンブロックチェーンウィークのリンクも貼っておきます。ここら辺もですね結構アップデートされていくと思うので。そうですよね。あとジャパンブロックチェーンウィークには IBS も入るってことですね、うん、あ、そうです、 IBS 京都も入りますね。入るってことですね、はい、入ります。これも行きますね多分僕も。おお、いいですね。そうなんですよ。だからもう6月7月と、はい、でもねなんかね役員会があって一回帰んないといけないかもしれないです。え、京都に行ってまた帰って帰ってもう一回行くかちょっと悩んでます、ちょっとそのあたり、まあ、それはちょっと大変ですそうなんですよ、うん、で WebX が7月の末ですよね。そうですね、7月の末ですね。なんでノンファンジブル東京から WebX まで結構一連の流れで捉えてもいいかもしれないですよね、うん、捉えてもいいですし、まあある意味毎月のようにありますね、うん、こう考えると。はい、5月はちなみに新しい経済と B' ベンチャーズでやる B' キャンプの中で B' クリプトっていう内部のイベントとしてクリプト特化のカンファレンスが、これがですね24、25、26で5月あるんですね、はい、でこのブロックチェーンウィークに入りノンファンジブル東京ありっていう形で、で Web3BB ありで、その後満を持して7月の25、26ですね、 WebX は。 WebX ですね、はい、という。なるほど、もう大変ですね、これはすごいですねお祭りです日本、祭りですね、はい、逆に8月以降ってあんまね行かないですけどね、別にその毎月やればやらなきゃいけないわけじゃないですけど、ないですけど8月はもうヘトヘトなんですかねみんな8月はお盆ですし、みんな休みですね、はい、夏休みもあるからね。だから次また9月10月ぐらいから始まるんじゃないですか、なんとなくですね。なんか仕込んでるんですかね、仕込んでるかもしれない。はは、うん、でもいいですね、8月9月になんかやろうかなとか思いながら逆にその空いてる間バーベキューやりたいです、バーベキューやりたいですよね、はい、うん、いやなのでぜひぜひ皆さんイベントまた目白押しなんで、あの概要欄からチェックしてみてください、はい、ノンファンジブル東京さん、メディアパートナーありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは今週もマーケット情報からご紹介していきます。この1週間のビットコインとイーサリアムの動きを振り返ります。ビットコイン日本時間4月24日の月曜日の始め値が370万1074円、週の終わり4月30日の日曜日の終わり値が399万5407円、先週の週頭から約 7.9% の上昇でした。先週1週間の週の最安値は24日月曜日の362万8000円、最高値が30日日曜日の408万円でした。26日水曜日に400万近くに上がったんですけど、27日の木曜日未明にまた370万まで急落しました。でその要因として、まあ今挙げられてるのはアメリカ政府とあとマウントゴックスがまあ大量にビットコイン売ったんじゃないかみたいなですね、そのトランザクションのアラートみたいなのをツイートした人がいて、でもそれがですねどうやら誤報だったんですよね。なんかそのシステムの間違いだったっていうことなんですけれども、それを受けて一時ガッとこの週の半ばで下落したんですが、まあそれが誤報だよっていうことが分かり、週の後半は陽線が続いて上昇しているような日にちが何日か続きました。で、5月1日の月曜日の未明に、また400万円付近に上昇するも、まあ収録時点5月1日今午後に撮ってますけど、ちょっと落ちて390万円前後を推移してると。なので、まあ、一週間、週頭から終わりまではそんなに数パーセントしか動いてないですけれども、まあ、一週間ボラティリティ比較的高い週だったかなと思います。はい。で、続いてイーサリアムは日本時間4月24日の月曜日の始め値が249,700円。週終わり4月30日日曜日の終わり値が255,500円。一週間で 2.3% の上昇でした。イーサリアムも一週間での最安値は4月26日の238,481円。最高値は4月30日月曜日の264,386円でした。で、イーサもビットコインと同じく週半ばで下落しましたが、今のところまた回復し、で、さらにまあ5月1日、今朝ですね、この収録時点の今朝ではまたやや下落していて、まあ20万円台の前半ぐらいを推移しているかなというところでございます。
はい。で、暗号資産全体の時価総額のご紹介です。先週4月24日の計測だと、時価総額が163兆5183億円でした。で、5月1日の集計では168兆4765億円ということで、約 3% ぐらい時価総額は上昇しているというような状況です。あと、暗号資産のドミナンスです。これビットコインのドミナンスですね。ビットコインのドミナンスは、少しビットコインのドミナンス上がってきたかなというところですね。約 1% ぐらい上がってるかなというところで、はい、4月24日の時点ではビットコイン 45.86% だったのが、4月30日の日曜日では 46.94% ということで、約 1% ぐらい増えているというところです。イーサリアムは 19.30% から 19.01%、テザーは 7% から 6.78%、BNB が 4.42% から 4.17%、まあ、その他のコインというような形でございます。ややビットコインのドミナンス増えてるかなというところです。ただまあこの1年だと、昨年2022年の6月12日が 47.76% ということで、一番高いドミナンス、ビットコインのドミナンスのでは一番高い状況でしたが、まあ直近それに近づいてきている状況はあるのかなと。ここ数ヶ月のドミナンス動き見てると、比較的上がってきてるなと、ビットコインのシェアがですね、という上昇傾向があるかなと。思います、はい、で今日なんかコインポストの記事でも紹介されてたんですが、著名なアナリストのピーター・ブラント氏が、まあ現在のビットコインのドミナンスは約2年間にわたって、まあ、38% から 48% のレンジであると指摘してると。でこの水準をブレイクした場合、ビットコインに資金が集中する可能性があるみたいなことを予想していると。そう、この人久しぶりに名前聞きましたね。あ、本当ですか。ちょっとね、はい、今日コインポストなんかピックアップしてたんで、ここでも紹介しようと。僕も昔はよく見てました、うんうんうん、結構当たる人だと思いますね。だからここを超えてきたら、まあそのアルトからビットコインにガーッと多分お金が行くっていうタイミングだと思うんですよね、うんうんうん、このまあドミナンスとして、そうですね、40から 50% を超えてきたらってことですよね、うんうんうん、でもだから今そのレンジのところにはまあまあ近づいて、こう抜けるかどうかみたいなことになってくるのかなと。そうですね。ですし、あとね、後ほど触れるでしょうけど、はい、ファーストリパブリックバンク、そうなんですよね、経営破綻して、ね、あれはどっちかというとビットコインへの好材料な気もするので、好材料な気もしますね、はい、はい、一気に来るのかもしれないっていう。スリニバさんは3ヶ月後にものすごい値段になるって言ってます。ありましたね。ありました。あと1ヶ月ちょっと。あと1ヶ月、6月何日だったと思いますからね。はい。いや、どうなるんでしょうという。はい、はい。というとこ、賭けにね、賭けてますからね、彼はね。はい、2億円ぐらいね。というところではありますが。まあ、うん、ドミナンスとしては、上昇傾向にあるんですけど、ここがまあ、またこのレンジになるのかっていうところですね。そこら辺はちょっと見ていきたいなと思います。で、続いてビットコインの恐怖強欲指数です。こちらがこの1週間を振り返りますと、4月24日の月曜日53の中立、4月25日火曜日53の中立、4月26日水曜日56の楽観、4月27日59の楽観、4月28日64の楽観、4月29日64の楽観、4月30日の日曜日が60の楽観。で、この収録時点5月1日は63の楽観ということで、週のまあ後半にかけて中立から楽観にというところで、まあ比較的投資家心理としては未だ楽観視してる。まあ株なんかも今こういう状況ですよね。こんなにこう銀行潰れたりとか、いろんな状況とか金利のお先も読めないみたいになってるのに、非常にちょっとこう、うん、ここら辺の指数危機感がないような、危機感がないとは言わないんですけれども、うん、比較的ここ最近は楽観ずっと続いてるなというところではあります。はい。でグラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのまあインフローです。これも毎週紹介してますが、インフローが多い時には売り傾向が強く、まあ、アウトフロー、インフローが少ない時には売り傾向が弱いと言われてます。取引所に送られる数ですね。こちらもこの1週間で見てみても、そんなにここ毎週紹介してるものと動きの変化はなくですね、だいたい1万から3万ビットコインぐらいのインフローがこの1週間繰り返してるような状況かと思ってます。はい。ということで、まあ、こういうふうにご紹介してきまして、このエクソダスの放送、今、収録時点で5月1日と、まあ、5月に入りましたね。もう1ヶ月、1年も4ヶ月終わりましたというところで、なんか株なんかはセルインメイとか言われてますけれども、この5月以降相場どうなるのかなっていうのが気になるところではあるかなと思います。ですね。で、大木さん、今週の注目ポイント、
何かあれば。そうですね、やはりツイッター界隈でも話題になってますけど、やっぱここに来てまたミームコインが熱いっていう。いやー、そうですね。特にこのペペっていう、ペペね、緑色のカエルのキャラ、はいはいはい、クリプト界隈にいる人ならよく見たことあるとは思うんですけど、いわゆる昔ペペキャッシュとかあったやつですよね。あ、そうですね、はい。とか何ですかね、アーサーヘイズとかが、あの元ビットメックス の、はいはいはい、あの CEO のアーサーヘイズとかがブログに使ったりとか、まあ、あの愛されてるカエルのキャラっていう、いやそうですよ、感じなんですけど、うん、はい、これのミームコインですね。これめちゃくちゃ上昇してますよね、この1週間ぐらい、はい、特にこの1週間そうですし、特に昨日今日で爆上がりですね、うん、今見てみると、はい、コイン月光で過去24時間で見ると、お、304、待って、7日間で 300% 以上で24時間で 108% ですね。そうですよね、ものすごい上がってますね、上がってますね。で、まあ、ミームコインといえば、はい、ドージコインとか、はい、シーバイヌコインとか有名だと思うんですけど、うんうん、それの3番手に名乗りを上げて、今時価総額ランキング、収録時点で85位ですね、はい、おー、100位に入りましたか、コインマジ、入りました、入りましたなるほど、 DYDX トークンは抜かされましたね。なるほど、はい、うん、はい、まあそれはどうでもいいんですけどそんな感じですね。で、いや、すごいっすね、はい、うん、いや、これしかもこれ本当出たばっかりで、コイン月光に登場したのが4月18日なんですよ。うん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 。なんで2週間経ったぐらい。経ったか経ってないぐらいだね。経ったか経ってないぐらいですよね。うん。で、時価総額ランキングトップ100入りですと。うん。うん、で、これなんか見ていただければわかるんですが、うん、その0.000なんとか、その例が多いんですよ。なかなか、あの上昇率計算しにくいんですけど、まあ、あの僕が見たところ1万パーセント以上は上昇してるっていう。で、コインテレグラフの記事とかを読んでみると、うん、5万円分を買って1億6000万円で売れたつわものがいたりとか。つわものいりますね。これすごいな、はい。18日にペペを購入した人は翌日に4500倍になっていた。そう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 、寝て起きたらえらいことになってるっていう、えらいことになってるっていうことで、うんうん、ね、これね、まあ、結果論ですけど、はい、送り人になれるチャンスがここにあったっていう、あったっていうねことなんですよね。だってペペなん、まあ、ペペがなんとなくこういうのが出るっていうのはなんとなくうちの今日記者と話してても、はい、いやー俺1週間ぐらいかな、ちょっと気になってたんですよねみたいな、あ、買っときゃよかったなみたいなことみんな言ってて、はい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 、いやー すごいですねこれは。でもこれ一応言っときますけど、まあこうやってミームコインで急上昇してるやつってことは、やつは急下落することもありますんで、あります、そう、そこがあるんですよね、やっぱり。めちゃくちゃご注意ください皆さん、うん、はい、もちろん投資は自己責任でっていうところが、うん、あの大前提なんですけど、かつ、まあ、ミームコインってね、当然そのユーティリティがあるわけでもないし、ないです、そのガバナンス、いわゆるその創業者がこうしていこうぜみたいな方針があるわけでもないんですよね、うん、ないです。なんでますます乱高下の可能性があると、はい、高いというのが特徴だと思いますね。まあある意味パチンコよりもパチンコというかですね、はい、そうですね、そうなんですよね、うん、そうなんでユーティリティもガバナンスもないので乱高下の可能性は普通のコインよりも高いとは思いますっていうところですよね。なんでますます注意は必要だと思うんですけどっていう。そうですね、はい、うん、ただまあミームとしてもちょっとこうバズりやすいペペのカエルを使ったものですからね。ですね。いやちょっとここら辺気になるし、まあこれでマーケットキャップ100位に入っちゃってすごいよなっていうのは。いやー本当何だったんだって感じですよね。そのそうですよね。そのね、そうなんですよ。はい。みんなね、ガバナンスがどうのとか、ユーティリティこれだと受けるかなとか、そういう真剣に考えてるのに、うん。それがね、あのそんなの無視するかのようにここまで上昇されると。ね、うん。だけどペペは本当クリプトネイティブの人での中では結構愛されているキャラであるので、そうですね、まあ、今までなかったのがちょっと不思議な感じでありますよね。確かに、はい、まあ、あとねこういうの出た時にあの皆さん注意なのは、なんか模倣コインみたいなのもいっぱいできるんですよ。あ、ペペなんとかみたいな、例えばね、はいはい、うん、なんかそこら辺を間違えてこれのことかなと思って買っちゃうみたいなのもあったりするんで、うんうん、まあ現状だと多分そのちゃんとしたセックスで売られてないですよね。買うとしたらデックスで買うしかないのかな。
ユニスワップとか。そうですね。今どこで出てるんですかね。うん、多分まあそうだと思いますね。そう、まだ出たばっかりだからそうだと思いますね。そうですよね。あ、でも OKX とかでは取り扱ってんのか。今見たら。あ、本当ですね。そうですね。取り扱いありそうですけれども。まあ皆さんちょっとここら辺は話題として出しましたけど、はい、投資は自己責任でお願いします。そうですね。情報的にいいですが。はい。はい、いや、熱いですね。はい。なんで、これをもってして、今の相場ってどういうことなんだろうって考えると、まあ、よくわかんないですっていうのが結論なんですけど。いや、わかんないですね。同時コインがバズったのって、まあ何回かサイクルありますけど、やっぱ2021年の長期相場の真ん中ぐらいでしたっけ。うん。まあ、イーロンのツイートとかがきっかけですよね、多分。そうですよね。うん。あと、渋がバズったのも、ね。はい、2021年だったとは記憶してるんですけどね。うん。なんでそう考えると、なんかね、弱気相場じゃないのかなとか思ったりある。うん。なんか、定期的に出てきますよね。こういう。はい、まあ、うん、ある意味、こういうのの仕掛け屋みたいなのもいるのかもしれないなっていう気がしますよね。ああ、そうかもしれないですね。なかなかギリギリだと思うんですけど。なんか、あとはなんか既存のコインがミームっぽく扱われるみたいな事例も多分今後もあるでしょうし。うん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 。まあ夢があるところでもあるんですけど、ちょっとおっかないところでもあるかなっていうところですね。あ、それはおっしゃる通りですね。なんでこれでみんなアルトコイン頑張ろうぜっていうのはなかなか言いづらくて、それは本当に注意して、本当自己責任でやっていう感じでしか言えないですね。はい、なんかね、下手にこういうのがニュースで広まってバズってる時に掴むと高掴みになるケースが多いんで皆さん気をつけてください。本当に。そうですね。はい、そうですね。でも、はい、もしかしたらどうなるか分かんないけど。はい、うん。そう、今の段階でもすでに3番目に大きなミームコインに、まあ、なった。なってると。ということで。ね、柴犬コインもなんだかの最近ニュースになったんですけどね、今見たら時価総額で十何位とかにいますもんね。うんうん、意外にまだ粘って頑張ってる。そうなんですよ。そうアバランチより上ですよ。なんで。だからこれは別にミームコインを評価してるわけじゃないんですけど、はい、とか値段が上がるとかいう意味合いじゃないんですけど、はい、なんかそもそもお金って貝殻とかから始まってて、うんうんうん、それ貝殻に意味はないよねみたいな、うんうんうん、だから究極なんかミームコインの方がピュアなんじゃないかみたいな、うん、な考え方もなんかその同時とかがあった時に出てきた考え方な気がするんですよね。だから僕は結構イーロンとかも同時を推してたのかなみたいな、うーん、まあちょっとアンチテーゼじゃないですけど、今のこう、なんでしょう。いわゆる VC とかが入れまくった、Web3 に対するアンチテーゼのような気もしなくはないかなと思ったりします。なんかそれわかりますね。なんか要はその、すごい頭使って頑張って、先ほどの話じゃないですけど、なんかこう、機能をつけようとしても、なんかこう、単純にそれ人々に受け入れられるかどうかの、なんか話であって、なんていうんですかね、その、ロジカルじゃないところに、マネーの価値ってあるのかもねっていう。うん、なんかね、なんか表現方法があったと思うんですけど。うんうん。そうそう。けど、まあそういうところの世界もあると思いますね。そう。だからまあ、ちょっと面白いとこではありますよね。はい。面白いと思いますね。だからね、ある意味日本初のミームコイン、モナコインももっと頑張ってほしいですけどね。そうですね。うん。そうですね、モナコイン。まあけど、同時コインは日本初みたいなもんで、ね。まあまあまあ、そうですね。うん、はい、いやということで。はい、うん、もしかしたら日本人でもいるんでしょうかね、ペペ拾ってた人が。すごいな。どうなんですかね。うん、ペペで儲かったんで出国しますみたいな人がいる。ドバイかシンガポールですかね。しね、はい、はい。ということで、はい、まあちょっと、またね、ミームコイン特集とかもしたくなってきましたね。そうですね。はい。それでは番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りします。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。最新の DEX や DAO に関する情報について DYDX ファンデーションでは日本語のノート、Twitter で情報発信をしています。ぜひともフォローお願いします。この概要欄にですね、DYDX 日本コミュニティのツイッター、そしてノートのですね、リンク、その他まあリンクなどですね、ディスコードのリンクなども貼っておりますので、よろしければこちらも合わせて説明欄チェックいただければと思います。はい、お願いします。なんかあります？今日は。そうですね。先日お伝えしたフォーラムディスコースが立ち上がりましたっていう話なんですけど、まあ UI UX が良くなったか
分かんないですけど、はい、結構議論が活発にすでに始まっているので、お例えば V4 今年9月に予定されているバージョン4コスモス以降ですね、はい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 、これ以降にどんなアフィリエイトプログラムが導入されるべきだろうかみたいな、うんうんうん、そんな議論を始めたりですとか、その例えば新しいグラントプログラムはこうあるべきだ、まあ、グラントって助成金なんですけど、はいはい、こうあるべきだみたいなこういう提案が出てきたりとか、うん、なるほど、やっぱり話しやすくなると議論ってね活発になるのかなっていうのが分かりますね、うん、あのみんな生き生きと提案したりコメントしたり始まってますね、はい、なんでディスコースのリンクも概要欄に貼らせていただきますので、はい、ぜひチェックいただけたらなと思います。はい、それでは今週のニュース深掘りのコーナーです。まずこの1週間のですねニュースをヘッドラインでお伝えしていきまして、その後にですね僕と大地さんの方で気になるニュースについてディスカッションしていこうと思います。はい、ではこの1週間のニュースです。米デロイト暗号資産ブロックチェーンに特化した人材を300を超えるポジションで募集。アービトラマが複数の DAO に194億円相当のアーブをエアドロップ。バイナンス US が規制の不確実性を理由にボイジャー買収計画を取りやめる。ビットコイン価格2024年末までに10万ドルに達する可能性があるイギリススタンダードチャータード銀行ジェフ・ケンドリック氏発言。金融庁から警告を受けている海外取引所バイビット個人利用の本人確認を必須に。バイナンスジャパンが6月以降サービス開始と発表。日本アイドルトークンがコインブック DMM で取引開始。取引開始直後は1円台まで IO 価格割れるがその後価格戻す。現在は4円台。NTT がブロックチェーンを利用した無線アクセス共用技術の実証実験に成功。コインチェックと楽天ウォレットトラベルルールへの対応を公表。あとは、取引所に関する情報をちょっといくつか。ご紹介します。4月26日にビットトレードにボバネットワークが上場しました。また4月26日同日ですね、財布で元素騎士メタバースとロンドコインが上場しております。また SBIVC トレードのステーキングサービスにイーサリアムとソラナが追加されました。はい、でちょっとクリプトのニュースではないですけど、もう一つ、まあ、ちょっと冒頭でも触れましたが、ちょうどこの収録時5月1日に入ってきたニュースですね。アメリカのファーストリパブリックバンクが破綻、 JP モルガンが買収というニュースも入ってきました。ということで大木さん、盛りだくさんでございますが、この1週間もそうですね、日本はゴールデンウィークですけど、はい、盛りだくさんですね。盛りだくさんでしたね、まあ、ゴールデンウィーク前のねニュースかも。ああそうか、前ですね、もう含まれてますけれども、はい、はい、ということ で、ね、どのあたり気になりますかね。そうですね、やっぱりバイナンスジャパンの話と、うん、まあ、あとバイビットの話と、あとはコインチェックさん、楽天ウォレットさんのトラベルルールへの対応公表のところですかね。そうですね、じゃあまずそのバイナンスの話で言うと、一応発表された内容でいくと、まず桜エクスチェンジビットコインがですね、国内取引所への取り次ぎサービスの終了と新規サービス、まあ、バイナンスジャパン仮称のようですけれども開始の予定を28日発表してます。うん、で、あの発表によると、桜エクスチェンジビットコインの提供サービスは5月31日の正午をもって終了すると。で、6月以降に改めて新規サービスとしてバイナンスジャパンを開始する予定。ただし、まあ、開始時期を含む詳細は改めてアナウンスするということで、まあ、今言った情報以外は出てないですね。あとは、その、桜エクスチェンジの口座開設情報はバイナンスジャパンには引き継がれませんと。はい。で、バイナンスジャパンにおいて改めて口座開設の申し込みと KYC の審査が必要になる予定ということですね。はい。はい。最近クリプト始めた人に解説すると、海外の大手取引所バイナンスは何度か日本の上陸を試みてきてましたが、今回、昨年ですね、いわゆる買収する形で、この桜エクスチェンジをですね、形で日本に参入するということで準備を進めていたというような状況ではあります。はい。で、多分大木さんもこれ気になるのが、まあ、だから6月以降って言っても6月にサービスが開始するかもちょっとまだ分かんない状況なんですけど、改めてアナウンスということで。そうですね。まあ、このあたりで僕らが気をつけるべきこととか、そもそもどんな感じでサービス始まってくんのかなとか、あとこれも触れられてないですけど、じゃあバイナンス .com 使ってる日本人はどうなるのみたいな。はい、何をしとかなきゃダメなのみたいな話がいろいろあると思うので、はい、まあ、ちょっとそのあたりはエクストラ回で
話そうかなと。そうですね、そこら辺たくさん今後どうなるかというところで論点ありそうですね。論点もあるし、ちょっとね、対応なんかもいろいろ僕が考えてることもお話ししたいなと思っていて、うんうん、まあなかなかこう公の立場で言う人少ないかもしれないですけど、まあこのエクソダスは自由なんで僕も言うと、まあぶっちゃけバイナンス使ってる日本の人多いじゃないですか。そうですね、ドットコムの方ですね。ドットコム、そう、ドットコム使ってる人は多分多いし、うん、僕の感覚だと出川組ぐらいから大量に増えてるはずなんですよね。まあ出川組の頃からローンチしたっていうのもあるんだけど、はい、なんか出川組でガーッとクリプト始めた人がその後バイナンスローンチしてわーっと盛り上がったみたいな経緯があるなと思ってるので、そこら辺も含めてちょっとエクストラ回で話せればなと思ってます。はい。で、あとはそのまあ取引所環境について、これもさっきこの収録前に僕らもチェックしたニュースなんで、うん、はい、ちょっと詳細まだ調べきれてないんですけど、コインチェックと楽天ウォレットがトラベルルールの対応を発表しました。で、結構ツイッター上ではなんだこれみたいな騒ぎになってるっていうのが現状かなと思います、ね、うん。そうですね。ちょっとびっくりしちゃいますよね、うん、これ。うん。で、ちょっとそれ概略説明しましょうか。そうですね。コインチェックさんがオフィシャルのお知らせで発表してまして、まずトラベルルールの対応開始が今年の5月から6月頃ということで、うん、詳細は発表してません。で、対象となるお客様は、当社から暗号資産送金を行うすべてのお客様、各個人法人ですと。まあ、すべてのユーザーってことですね。はい。で、コインチェックは今後のトラベルルール対応に伴い、トラベルルールユニバーサルソリューションテクノロジー、まあ、トラストってやつを導入して、送金先の暗号資産業者への通知をすると。で、まあ、通知する内容、要はトラベルルールって結局誰から誰にとかちゃんとお互い認識しとけよっていうのを把握しましょうと。で、それでマネロンなんかをなくしましょうっていう話ですよね。はい。で、その通知事項としては、送金人の名前、受け取り人の名前、要は誰から誰に送るのかってことと、顧客識別番号や、その該当アドレスを特定できる番号、まあ、ブロックチェーンアドレス等というふうに言われてます。で、対象国もアメリカ、アルバニア、イスラエル、カナダ、ケイマン諸島、などなどいろいろと通知対象国も挙げられています。で、気になるのはユーザーへの影響なんですけど、暗号資産の送金に関してトラベルルール対応開始日以降、だから5月から6月のどこかの日以降は、日本と通知対象国の暗号資産交換業者が提供するサービスのし、このトラストを導入しているサービスと、その対象国以外の暗号資産業者やプライベートウォレット、カッコ例メタマスクなどって書いてるんですけど、に送金ができるということです。なので、はい、逆に言うと、このトラストを導入してない対象国のサービスには送れなくなりますよってことですね。で、通知対象国のうち送金可能な暗号資産交換業者ということで、国内はビットフライヤーさん。はい。なんと1社だけと。はい。で、海外はトラスト導入予定の交換業者でリンクが貼られてると。いうことで、うんうんうん、まあ、そこにビットフライヤーさんの名前あるんですけど、あとコインベースとか、バイナンス US はあるけど、ドットコムはないよね。っていう、クラーケンも入ってますね。入ってますね。だから、いくつかの海外取引所が並んでるんですけど、当たり前ですけど、すべてないですし、なんとなくこう、日本でも警告受けてるような話題のところも入ってないな、みたいな気はしますけれども。入ってないですね。ということが、これまあ、以前からトラベルルール対応しますぜっていうのは、結構発表は何度も何度も取引所使ってる人には多分通知が来てたと思うんですけど、具体的にこう、もう国内だとビットフライヤーしか送れなくなるのか、みたいな。そういうふうにね、見えちゃいますよね。見えちゃいますね。で、はい、そういうわけではないみたいですよね。そういうわけではないというか、今後はそういうわけではなくなるのではないかと思うんです。要はこの、うん、トラベルルールによって相手がちゃんとしたとこじゃないと送れないの、相手の誰の何のために送るかっていうのを明確にしなきゃならないってこと で、確かこのトラスト以外にもそういう導入サービスがあって、それをどう使うかみたいな話があると思うんですよね。だから先々は、これ多分そう導入時の話で、先々は違うところにも送れるのかもしれない。ちなみに楽天ウォレットさんも同じように出してまして、5月から6月に予定されているトラベルルールにおいて、はい、法令等が求める暗号資産の出庫に伴う移転関連情報の通知ができない等の理由により、一部の暗号資産、国内の暗号資産業者への出庫が利用できなくなりますのでご了承くださいということで、楽天ウォレットさんは当社から出庫先として利用いただけないのが、ビットフライヤーとコインチェックとクリプトガレージというふうに挙げてます、ね。はい。なるほどですね。だから楽天さんからはコインチェックに送れないし、コインチェックからも楽天に送れないという状況になると。うん、
国内の暗号資産交換業者、しかも金融庁登録業者の間でも送れない事態になる、うん。なると。なんか変な話。不思議な感じですね。不思議な感じですよね。はい、お互い国内でちゃんと国内ユーザーの KYC 持っていて、うん、っていう状況でも送られなくなるので。そうですよね。で、もちろんこれだから変更の可能性があるよとか言ってるんですけど、多分、これの導入サービスが整ってくるまでは、こういう状況が続くんじゃないかなとなんか見てるっていう感じ。うんうんうん。楽天ウォレットさんのお知らせでは、はい、相互の通知システムの違いによりっていう理由を説明してますもんね。そうですね。なんでおそらく、このトラベルルール対応の、トラベルルールに技術的に対応する上でのソリューションの比較の問題っていう感じかもしれないですよね。かもしれない。だからそれがただなんか技術的に、なんかスピーディーに解消するもんなのか、うん、結構何年もかかるもんなのかっていうところもありますし、そうですよね。なんか一番これ怖い事態が、海外の取引所の対応いかんによっては逆に日本に送れないみたいなことも発生しそうじゃないですか。まあもちろんその海外取引所の利用は推奨されてないですけれども、はい、簡単には手元にこう資金を戻せない、まあ結局まあ利確できないみたいなことになるので、うんうんうん、だからそこら辺はこういった情報注意が必要かなっていう、今後もですし、なんかこっちに移そうと思ってたのにみたいな、いろんな事情がみんなあると思うんですよね。例えばそのステーさっきのちょっとニュースでも触れましたけど、イーサも、ね、イーサはなんかステーキングしたいってなると、今クラーケンさんは亡くなっちゃったんで残念ながら、うん、あの SBI VC さんしか多分イーサのステーキングって国内できないわけですよ。で、うん、でさらに SBI VC さんにイーサ持ってればそのまま登録しなくてもそのままステーキングされるみたいになるので、はい、まあ年利がつくと。で移動させようかなと思ってたけど、あれ移動させれないじゃんみたいな、うんうんうん、事態にもなるかと思うので、対応してないところ同士であればね、はい、だから今手段としてはメタマスク使うしかないのかなって感じするんですけど、まあその分ガス代が結局こっちで一回送るのに、ね、出庫手数料かかり、さらにメタマスクで送金するのにまたなんか2000円ぐらいかかってみたいなガス代が状況になるので、まあそうですよね。そうなんですよね。なんかあんまり利便性、まあもちろんマネロン対策とは必要なんですけど。うんうんうん。でこれもね、なんか仮想通貨業界内部の人たちの間でも、なんで国内取引所同士で交換できないんだっていうことで結構疑問に思う声は出てたので、要はこれってそれ以外のそのね、業界以外の人から見たら、え、なんでってなるじゃないですか。確かに確かに。全くトラベルルールとかの文脈を全く把握してない人とかがこのニュースを見たら、はい、え、なんかこう、なんかこう、なんか派閥争いなんですけど。そうですね。なんか怪しい取引所が国内にもあるのとかわかんないですけど。そういう誤解を与えてしまう可能性もあるじゃないですか。この、うん、このなんかこのいきなり出す感じ。しかもなんか怖いっすよね。そのユーザーはやっぱり預けてるものがお金、アセットなわけじゃないですか。はい。で、こういうところのなんかこう、重要っていうお知らせってちょっと怖くないですか？なんか。怖いっすね。で、いきなりもうなんか出庫がここまでしかできませんって言われると、なんか、え、大丈夫なの？って不安になる人もいると思うので。はい。そうなんですよね。いや、だから本当は、で、しかも日本の取引所って結局金融庁直下の協会をちゃんと持ってるわけじゃないですか。はい。で、そこがリスティングとか管理してるんだから、本当はそういうとこが、こういうニュース、個社が出す前に事前になんか、うん、そもそもトラベルルールって、みたいなことを。はい。まあ、もちろん出してたと思うんですけど、もうちょっとこう、一般投資家とかユーザーに分かりやすくなんかアナウンスしつこくしたり、うん、そうですよね。それこそメディア向けのなんかそういう勉強会やったりとかあってもいいよなって思いましたね。思いますね。これおそらくですけど、今5月1日月曜日ですが、ね、楽天ウォレットさんとコインチェックさん以外にも、出しますよね、お知らせ。全社出すと思いますね。全部に行けるところがあれば出さないかもしれないですけど、うんうん、そういうことは起こらないと思うので。そうですよね。でも、相関図がわけわかんなくなってきますよね。どこからどこに遅れてみたいな。はい、そうですよね。いや、そうなんですよね。その相関図作ってほしいですね。作ってほしいですね。どこからどこに遅れるのか遅れないのかっていう。なんか誰が片思いでみたいなね。片思いとかあるんですかね。いや、わかる。よくドラマとかであるじゃないですか。なんか誰と誰が。そうですね。両思いとか、ね。両思い。でも、基本的には両思いになるのか。うん。のはずですよね。うん。同じトラスト同士なのに、なんか、どさくさに紛れて弾かれたとかあったら面白いですよね。面白いですね。だからね、ここら辺、あとその怖いのがノンカストリアウォレットはじゃあいいんだっていうのも、なんか、本末転倒な気もしてるんですけど、それを言い出すと、まあなんか、首を絞めそうでみたいな気がしてて、自分たちの。
そうですよね。ね、プライベートウォレットだったらいいのかいみたいな。ね、まあ、ウェブさんというか、その、DEX のね、うん、ファウンデーションにいる人間としては、いいでしょうとは思いますけど。そうですね。はい、まあ、ただ、その、プライベートウォレットはもう本当、キリがないんじゃないですかね。そうね、確かに。言い出したら、バスプ登録とか、そんなのできないでしょうし。まあ、ね、そもそもブロックチェーンがそういう機能を求めてないもんね。そもそも求めてないんですよね。うん、はい。いやだからここら辺は、うん、まあでもファトフのこのトラベルルールはどう世界でどうあと利用されていくかですよね、うん、っていうところだったり、まあなんかアメリカとかがどう動くかとか、うんうんうん、はい、うん、であとなんか変にこういうまあこれでマネロン対策とか重要なんですけど、なんか地下に潜っちゃうことを増やすっていうのも変じゃないですか。なんかトラベルルールガチガチになってくると結局なんかその変な危ないとこで相対で買えなきゃいけないみたいなこととかも絶対そっち側のビジネスが増えていくじゃないですか。要はブラックマーケットみたいなことが。そうっすよね。そこら辺もなんか規制となんだろうな、イノベーションのバランス考えてかないとダメなところかなっていう気がしますよね。それこそコインチェックさんのお知らせには通知対象国以外の暗号資産交換業者には送金が可能なんですよね。そう、変な話、つまり、アメリカとか韓国とかドイツとか以外がまあ通知対象国でそれ以外の暗号資産交換業者であれば別にトラスト導入可能は置いておいて別に送金できるっていう。だから例えば今見てますけど、そうですね、香港も入ってるし、うんうんうん、だから、まあ、もうぶっちゃけ言うと、バイナンス US、ドットコムどうなんでしょうね。そうですよね。これ、通知対象国っていうか、バイナンス、バイナンスってドットコムってどこなんですか、どこにあんのか問題がまずあるのと、はい、で、どこかわかんない場合は、遅れるってことになっちゃいそうですもんね。そうですよね。でも、そこのトラフィック一番多そうじゃないですか。コインチェックさんから、バイナンスドットコムって。わかんないけど。うん、想像ですけど。そうですよね。確かに多そうっすよね。だってみんな、なんかそういうアフィリエーターブログもクソみたいにあるじゃないですか。なんか。うん。まずはここで買って海外に送りましょうみたいな。ああ、うん、ありますね。ね。だからそうなの。でもこれで言うと、例えば、そうか、上がってないところで言うと、イギリスとか上がってないのか。確かにイギリスないですね。だからイギリスのね、取引所には送れるみたいな。で、それいいのかみたいな話ですよね。うんうん、まあ、増えていくのかね、こういうあたりも。ですね。フランスとかも入ってないですね。オランダも入ってない。オランダないですね。おお、うん。これ面白いですね。そうですね。僕、なかなか、はい、全然ここら辺詳しくなくて、ふんって感じなんですけど。いや、入ってないですね。どうなんでしょうね。うん。だ今後、アフリカ系のとことかね、例えばね、うん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 、強いとこ出てくるはずなんですよ、絶対。うん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 。うん。インドとかも。うん、ちょっとだからこれはまあ続報を見ながら、そうですね、おそらくまあ今後数日で他の業者さんからお知らせが出るでしょうということで、はい、そうですね、はい、はい、そうですね、なかなかこう初見ではうんって思ってしまうニュースであるっていう、確かに、ね、はい、うん、であと金融庁から警告を受けてる海外取引所のバイビットが KYC を必須にしたというニュースもありました。4月24日に FAQ を更新して公開され、5月8日以降はこの KYC のレベル1以上が必要になるということですね、うん、で KYC なしのユーザーは1日2万 USDT、 1ヶ月で10万 USDT の出金制限があり、5月8日以前およびそれ以降もそれはまあ変わらないってことなんですけど、 KYC なしのユーザーはただ5月8日以降は入金ができなくなるってことなんですよね。うんうんうん、だまあ出金は多分今まで使ってたユーザーではできるけれども、はい、いや結局入金ができなくなってくるので、事実上バイビットを仮に使ってる人は KYC がいるよねと。で KYC を通せば制限金額がまあ上がって、あの月額の上限金額の制限もなくなるっていうことですね。でただまあこれ日本の金融庁が警告を行ってるバイビットですから、はい、じゃあ KYC して日本人居住者ですっていう KYC をして将来どうなんのっていうところが気になるところかなっていう。そうですね、そうこれ初めて聞いた時バイビットどうしたのって僕は思ってしまいましたけどなんかもう金融庁からの警告も2回ぐらい受けていて、はい、うん、もうある意味開き直ってるのかなっていうふうに思ってたんですよね。なるほどなるほど、もうガツガツ行くぞと逆にね、はい、うん、はい、警告上等だみたいな感じでKYC 知らない知ったこっちゃないっていう感じで、ね、うん、それこそ FTX が潰れた時とかもバイナンスが日本に来るっ
っていう話をした時も、結構バイナンス、あ、バイナンスじゃない、バイビットにみんな流れて、まあもうバイビットしかなくなったみたいな。はい。いわゆるその海外野良取引所っていうんですかね。うん。たくさん銘柄があって、レバレッジもね、数倍引かせられて、十数倍か引かされてっていう取引所が。うん。あの、バイビットぐらいしかないっていう話だったので、そこがこうね、なんだろうね、ある意味、まあ自己責任の世界なんですけど、トレーダーの最後の砦みたいになってた感は。そのセックスの中で、中央集権的な取引所の中では、そんな感じではあったというふうに認識してたんですけど、うん、バイビットもちゃんとしないといけなくなるっていうことですね。なんか、バイナンスも過去のドットコムも過去に、昔は僕、うん、なんでしょう、2、3年前とかはメールアドだけで、1日 2BTC とか制限はあったもののアカウントを作れたんですよね。うん、ところが現在は、その後バイナンスもやっぱり KYC をと求めるようになってきたという経緯がかなり機能制限されるみたいなのがあったんで、うんうん、まあなんか日本からの警告というよりは、まあ世界各国においてやっぱりそっちで、このもしかしたらトラベルルールみたいなのも関係してくるのかなと思うんですけど、うん、ある程度ちゃんと KYC しとかねえと、要はもう完全にお前んとこ使われてんじゃんみたいな。はい、資金洗浄に使われてんじゃんみたいな思われるので、うん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 、何らか日本の警告が効いたというよりは、なんかいろんな圧力かかったのかなっていう気はしてますよ、他の。うん、まあ、これは分かんないですけど、僕の想像ですけど。うんうんうん。野良とはいえ、ある程度はやっとかないと、やべえなっていうところがあったのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、だからあれですよね、正直これはどうかと思うんですけど、その、結構日本のインフルエンサーなりアフィリエーターたちが、まあある意味、まあそのだから野良取引所としてバイビットはチャンスだったわけですよ、ここ1年ぐらい。 FTX もあり言ってバイナンスも撤退するっていうのを受け、ね、まあ書き入れ時だったわけで、うん、でぶっちゃけみんなが知ってるような有名人とか使ってバンバン日本でもマーケティングしてたわけじゃないですか。そうですね。それ自体僕は極めて問題だと思ってるんですけど。うん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 、で、まあそういうインフルエンサーがバイビットキャンペーンやってるよとか、今登録すればなんかこれだけもらえるよとかやってたのに、結局こういうことになってきてるので。うん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 、まあやっぱり、なかなかでもなんかそれで逆に やっちゃったユーザーは、じゃあ KYC これからどうすんのみたいな。うん、あれ出勤はまあできるそうだけど、みたいな。ちょっとこう、うんうん、こういう状況にこれから陥るわけで。そうですよね。これみんな KYC やるんですかね。まあ人それぞれでしょうけど。人それぞれだと思いますけど、でも入金とかができなくなるから、うん、引き続き使い続けたい人っていうのはするんじゃないですかね。うん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 。でもするとなると、どう、それが将来の日本撤退ですってことをバイビットが言った時に弾かれやすくなっちゃうみたいなこともあるし。はい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 、はい。なかなかだから、やっぱりまあそもそも僕らも言ってましたけど、やっぱりね、ライセンス持ってない海外投資家のリスクみたいなところに直面しそうだなっていう気がしますよね。そうですね、そうなると。それかバイビットもまさか金融庁からライセンス取得を目指してる説はないですかね。いやでもね、ワンチャンそれもあるかもしれない。なんか今国内で、ね、流れとしては、国内で売りに出てるっていう取引所の報道とかリークをなんかいろいろ聞くんですよ。うんうん。ちょっと僕も今これ言っていいか分かんないから、あえて言わないですよ。なんかいろいろ聞くところでは、今売りに出してるところもあるわけですよね、国内でも。うん、だからそうするとバイナンスみたいに入ってこれるわけで。そうですよね。だしなんか、金融庁としては、野放しにするより自分たちの管理下に置きたいっていう意向はあるっていうふうに聞いたことあるよ、ね。うん、なるほどね。うん、はい。なんでバイナンスもね、それこそ警告は受けてたわけじゃないですか。はい。だから今回のように、ちゃんとした形で日本進出するっていうことなら、うん、まあ話を聞くっていう感じらしいので、うんうん、バイビットに関してはわかんない。別の事情がもしかしたらあるのかもしれないですけど、うん、まあ、ただ、可能性はゼロじゃないのかなっていう感じはしますね。確かに確かに。そうですね。はい。はい、で、最後に、まあ、あれですね、ファーストリパブリックバンクが経営破綻し、どこが買収するかみたいな報道がいろいろ出てましたけど、ここ数日、今日この収録時点5月1日では、米連邦預金保険公社の公的管理下にファーストリパブリックバンクを置いて、同時に JP モルガンチェースが FRC ですね、ファーストリパブリックバンクの預金と資産を買収すると発表したということです。うん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 、で、まあ、シリコンバレーバンクの破綻後に財務が脆弱だったということで、預金も急減してて不安が広がってましたが、まあ、まだまだアメリカのこの地銀規模の銀行、で、これ結構でかいですよね、ファーストリパブリックって。
はい、ここが、まあ、破綻したということでしたね。だから、まあ、大木さんも冒頭で言ってましたが、ここら辺がもしかしたらクリプトにとってはポジティブになるのかもしれない。そうですね、まさに既存金融の失敗というか崩壊に、ね、伴ってビットコイン価格って上昇してる気はするので、うん、先ほどの何でしたっけ、ピーター・グラントのビットコインドミナンス 38% を超えれば、うん、一気にビットコイン上昇が加速するっていうのは、なんかこれきっかけで進む可能性もあるかもしれないっていうふうに思いましたね。そうですね、 48% ですね。あ、 48% か、 38から48のレンジを抜けるとってことですね。レンジを抜けるとですね、うん、なんで今 47% ぐらいなんでしたっけ。そうですね、46とかですね、確か6とかですよね、うん、47%、 あ、そうですね、 46.94 ですね、今日の時点では。なるほどですね。まあ、ここはちょっとレンジ続くと思うんですけどね、ある程度はね。いきなりドミナンスってなんかその 10% とか増えるもんじゃないんで。そうですね。ただまあ、こういう動きがあっても結局株価も別に落ちてないし、ああ、このファーストリパブリックの株はめちゃくちゃ落ちてるんですけど、びっくりするぐらい。うん、全体の株価への、米国株の影響とかは少ないし。ない。うん。ただなんかこの局面で金利が本当は次でもう、上げ止まるんじゃないかと言われたのがどうやら分かんなくなってきたなっていう気もしてますしね。うん。なんかまあ、依然ちょっと変な状況っていうのは続いてるよなっていうのが、なんか思いましたね。ですね。うん。そうだ。あと、それでまあ、さっき冒頭に読み上げたので一個あったのが、元コインベースの CTO のスリニバさんはね、もう6月にビットコインが1億円ぐらいになるって言ってましたけど。あと、1ヶ月半ぐらいですかね。はい。イギリスのスタンダードチャータード銀行のジェフ・ケンドリックは来年の末までに10万ドルに行くという可能性があるというのを言及したっていうのもニュースで出てましたね。約1300万円です。1300万円ですか、うん。夢がありますね、これは。夢がありますね。ただまあ意外と手堅い、読み、手堅いって言っちゃうとまた語弊あるけど、一応理由としては最近の銀行セクターの混乱、お、米国連邦準備制度の利上げサイクルの終了に伴うリスク資産の安定化、うん、暗号資産マイニングの収益性の改善などの要因からビットコインの利益が増えんじゃないかと、来年の後半までにと。うんうんうん、で、同氏は、まあ、不透明な要素は残るが、10万ドル台への道筋は明確になってきてると考えてると、見解を示したと。なるほどですね。うん。まあ、ビットコインがブランド化された安全な避難所、認識された相対的な価値の保存、送金の手段としての地位から利益を得ていると述べてる。うん。うん。だから、まあ、彼も、この今の銀行セクターの混乱っていうのを挙げていて、うんうんうん。まあ、デカップリングし始めたと、ビットコインが。うんうんうん、なんでビットコインって特別ですねって、またそういった話になってしまうんですけど、うん、この間あれなんですよ、ドイツのクリプト女子と話す機会がありまして、はい、ほう、ドイツのクリプト女子、はい、なんかそのお互いどうやってクリプト業界に入ってきたのかっていう話をしてたんですが、うんうん、彼女になんか聞かれたのがビットコインから入ったのかってまず最初に聞かれたんですよね。ほう、そうだって言ったら、で、それいろいろと説明をしたら、そのやっぱりそのフィナンシャルフリーダムっていうか、はい、うん、経済的な自由とかそういうのその思想的に好きだったからみたいな話をしたところ、はいはいはい、やっぱそうだよねっていうのを向こうから言ってきて、うん、私もビットコインから入ったと、うん、で、彼女としてはもうビットコインっていうのはレボリューション、革命ですね、うん、はい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 、で、それ以外、まあ、イーサリアム含めるそれ以外はエボリューション、進化、なるほどね、うん、で、要は、既存のシステムの、に対するアンチテーゼとか、チャレンジがビットコインなんですよね。うんうんうん、で、それ以外って、まあ、多かれ少なかれ、既存システムの改善っていう立ち位置だと思うんですよね。なるほど。なんで、そこが結構、なんだろう、大きな違いな気がしてて、彼女もそういうこと言ってたんですよね。いや、めちゃくちゃ共感しますね、それは。はい。なんで、こういうふうに、既存の、銀行セクターの混乱とか、崩壊とか、っていうのにいち早く反応するのがビットコインっていうのはメイクセンスですね。そう。まあ本来あるべきというか求めてる文脈ですよね、うん、僕たちが。はい。そうですね。いや、本当そうだと思います、ね。でも面白いのが、悲しいかな、暗号資産持ってますよって言って何持ってんのって聞くと、飲み屋で意外とビットコイン出てこない問題があるじゃないですか、日本って。ああ、なんかそれ、わかります。2017年、18年のバブルの時に参入した人は、なんかいろいろインタビューしてみると、あんまりこう調べず、とにかく仮想通貨儲かるよって言って入ってきた人っていうのは、1ビットコイン当時も200万とかしたわけで、はい、でもちろん分割して買えるんですけど、なんとか心理的になんかこう 0.001 ビットコインを買うより、
なんかこれあえて特定のトークン名は言わないですけど、例えば同じ金額で買え、1万トークン買える別の仮想通貨持ってる、買った方が、うん、なんかこう、いっぱい持ってるような気がするとか、うん、で、あとビットコインはまあ上がりきってるように思えるから、アルトの方がこう伸び率が高いんじゃないかみたいな、うん、なことで、なんか結構意外とビットコイン以外を買ってる人が多いな。なんか例えば5万円コインチェックさんに入れて違うの買ってたみたいな。うんうんうん、まあ別にそれは投資は自由なんであれいいんですけれども。だから今の質問ね、すごくいいと思いました。そうなんですよ。何から入りましたかっていう。結構、ビットコインから入るか、それ以外から入るかって結構大きな違いかもしれないですね。違いかもしれないですね。だから取引所に並んじゃうとね、同じ仮想通貨みたいになっちゃうじゃないですか。うん。でもそうなんです、僕もかねてから言ってますけど、全然意味合いが違うよね、みたいな。はい。ビットコインとイーサリアム。で、イーサリアムとその他のアルトもだいぶ僕は意味合い違うと思うんですよね。あ、そう、それは確かにそうですね。そうそうそう。だから、はい、それがでも横に並んでて、なんかこう、銘柄として一緒にこう、なんでしょう。うんうんうん、ね。Google か Apple 株かみたいに並んでるのが不思議では。まあ、しゃあないんですけれどもね。全然違いますね、そこは。そう。うん、いいですね。その質問、今度僕もしてみようと思います。すごいな、ドイツのインフルエンサー。ドイツのクリプト女子ですね。クリプト女子ですね。はい。うん、面白かったです。うん。ということで今週もエクサス聞いていただきましてありがとうございました。またエクストラ回も配信しますので、ぜひ番組の方ですね、フォローいただいてない方はこれを機にフォローしていただければと思います。そしてこのエクサスの本エピソードですね、毎週だいたい水曜日に配信しているエピソードでですね、ポープを配布しております。 DYDXDAO さんのサポートでポープを番組、まあ、参加券みたいなものですね、視聴したよという証のですね、ポープを NFT を配布しております。無料で配布しております。期間は短い近いんですけど、ぜひともゲットしていただければと思うんですが、後ほど DYDX 日本コミュニティのツイッターでツイートされるフォームにですね、 Discord の ID とイーサリアムアドレス、そしてこれから大内さんが言う秘密の言葉を入れていただくと全員にですね配布しておりますので、ぜひともお申し込みいただければと思います。それでは大内さん、今週の秘密の言葉何にいたしましょうか。はい、今週はやはりペペペペでいきましょうか。はい。PEPE ですね。PEPE ですね。はい。PEPE です。はい。来週はどうなってるんでしょうか、ペペの値段が。来週は。また気になるところではありますけれども。はい。はい、じゃあ皆さん、秘密の言葉はペペですね。PEPE、英語で書いてください。お申し込みいただければと思います。この放送後しばらくしましたら、DYDX 日本コミュニティのツイッターで、フォームの方をツイートいたします。また、この番組では、ぜひとも皆さんのですね、感想とか、リクエストも募集しております。ツイッターでエクサスとハッシュタグをつけて、カタカナでエクサスで OK です。ぜひ感想をツイートしたりとか、あとは僕とか大地さんにですね、DM いただいても結構です。僕らのアカウントも概要欄に書いてますので、そちらからぜひぜひ感想やリクエストいただければと思います。この間あるクリプトの有識者の人からメッセージをいただきまして、もうジャパニーズクリプトポッドキャストナンバーワンだみたいなですね。嬉しいです、ね、嬉しいです。褒め言葉をいただいてましたし、はい、最近ちょこちょこと感想とかご質問なんかもいただけるようになってきてますので、ぜひとも皆さんもツイートなどいただければ嬉しいです。はい、それではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしました。またエクソダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。